さあ始まりました、カッサンチャンネルです。今日はバイクじゃなくてもうスマホが壊れまして、もうそれのなんか復旧作業でも全部もう時間を持ってかれてなかなか何もできなかった一日だったんですけども、ちょっと僕の YouTube のチャンネルだけにとどまらずですね、もう Twitter から Facebook から なんだかんだからですね、カッサン GSX のリコール怒ってるよ、知ってる、知ってる、知ってるっていうのにもう各方面からリコールでエンジンがもう取れるかもしれんって言ってる。大丈夫、いや大丈夫やっつって何回も言ってる。もうね、いろんなところからもうリコール知ってるって、からもうねみんなから言ってくるんですよ。でさっきもその僕のねコメントで、リコール大丈夫ですか、いや大丈夫やでって言ったのに、いやなんで僕でもバイク初めてやからもう今買うべきかどうしようか本当に悩んでるんです、しつこいようですけどちょっと内容はどうですか、いやだから大丈夫だって言ってるのにみたいな。なのでちょっとこの今回の GSX のリコールに関してむちゃくちゃ簡単に僕は説明したいと思います。今日僕は実際に鈴木に行ってきたんですよ。で別にそのことを聞きに行ったんじゃなくて、僕はドレインボルト、オイル交換するドレインボルトのガスケットを、予備で何個かね、頼んでたのを取りに行ったんです。それで、たまたま、ブロック長、鈴木の SBS の、いたんで、僕は言ってないんですけど、向こうの方から説明してくれたんですね。すごい、ぐいぐいと。なので、でもその説明めっちゃわかりやすかったなと思ったんで、ここでめっちゃ簡単に説明したいと思います。要は、リコールのね、スズキのホームページ見るとなんか塗装がどうである。わかりにくいでしょ。簡単に言ったらこうエンジンがあります。で、これエンジンが塗装してるわけです。塗装。ね。でそれをガッとこうフレームで止めてるでしょ。止めてる、そのエンジンとフレームの間のその塗装がね、その、インドネシアとか、例えばジャングルとかもすごい舗装されてない道路を走ることを前提に作られてるらしいんですよ。だからすごい振動がうわーってきた時にその塗装がちょっとでもこうなくなったらそうじゃないですか。そのなくなったらその分クリアランスがこう甘くなるでしょ。それで振動がさらにあって最悪エンジンがとか亀裂が入るとかっていうことでのリコールなんですね今回。でそのブロック長曰く日本だとそこの部分をそういうふうにならへんように削ってからつけるらしいんですけど、それがやってなかったってことと、何だったかな、仮にそうだったとしても、日本の道で、その仕様でね、バーって走ったりしても、そんなんで、塗装がおかしくなってエンジンが落ちるってことはまずないと。かなりの勢いで僕に言ってましたね。なので、そうなのかなと僕は思っています。はい。そこはもう信用しました。なので、もう一個言うなら、僕、自分で、吉村のマフラーをね、つけたんですけど、言ったら、デメリットとしては入院になるんです。入院。だからもう、その日にパッと全部リコール対策できるわけじゃないんで、入院しないといけないんですけど、せっかく、開けてもらうわけやから、全部僕が触ったところね、もう一回ちゃんとプロが、ネジ締めてくれるわけじゃないですか。だから僕は逆に、マシ締めというか、いいタイミングやなと思って。もう僕の適当な、一応重き締めましたけどね。適当なトルクで排気漏れしてたら嫌やなとかね。ちょっと緩まってたら嫌やなって、ちょっとなんとなく思ったんですよ。で、普通のやつやったらね、チェックできるでしょ。オイル交換のとことか、ネイキってやったらチェックできるけど、あんだけもうフルカウルで包まれてたら、もうその簡単にチェックできないじゃないですか。だから僕はちょうど良かったかなって、僕はですよ。ちょっと思ってたっていうことで、皆さん、大丈夫ですか？大丈夫。なので、僕も落ち込んでもないですし、心配もしないですから、皆さん、心配してないから。で、そのね、僕のコメントくれた白帯くんのね、これから買おうっていう、発売くっていう人も、全然もうそんなん気にしなくていいですよ。なんやったら発売くの時は、多分そこの対策がされて納品されると思いますよ。新型のメリットってね、やっぱ新しいからいいんですけど、こう熟成されていってね、こう何回もこうやっていくと、やっぱ後期型がね、すごく熟成されていいんですけど、後期型のメリットは、デメリットは、すごい熟成されてるんですけど、買った瞬間にすぐフルモデルチェンジで新しいのが出るっていう。だから、こういうのは、大概新モデルの、新機軸のモデルの、宿命みたいなもんなんで、それはもう、
有名タレントの有名勢みたいなもんで、もうそこはもう全然どんとこいですよ、やっぱり。うん。ということで、何様やって、何がわかんねんお前にってことなんですけど、まあ、一応僕的に、まあ、ちょっとわかりにくかった人への、まあ、ちょっと説明みたいな動画になりました。明日もね、来ますけども、僕はGSX のことは心配してないんですよ。僕が心配してるのは、黄色ナンバーの僕がメルカリで買った B のがちゃんと動くかっていう。そこがちゃんと対策されてんのかっていうとこだけが僕心配なんですよ。むちゃくちゃやばくないですか？本当に。なので、そちらの方も逆にね、心配してください。本当に。もう、調べたらほんまに、一個前の動画でも言いますけど、一番初期型なんですよ。形式を見ると。だからもう規制前やからね、もう完全にリミッターなんかもすぐカットできますから、これ面白いですよ、本当に。でももう20年ぐらい前のバイクになってしまうんで。パパパパパフィーのやつですからね、CM の。パパパパパフィーがCM してたやつだから。ちょっとね。まあでも僕要はホンダのジョルノに対抗して、まあこの話はいいか。うん。これはまたやりましょう。ということで、大丈夫、マイフレンド。安心してください。ということで、GSX-R、そして S125 のリコールについてのお話でございました。それでは、バイ、センキュー。